タート。行ってきます。鬼ごっこの舞台は標高1200メートルの遊園地。勝者には豪華な商品が。見かけた人から行きます。鬼は無敵のヒルクライマーシノ。逃げる剣客自慢たち。残るは4人。二人が隠れているのはこのエリア。なんかここ選んだ理由とかあるんですか？なんか見晴らしが良くて、どこから入ってくるか分かりづらいから。でもこれ行き止まりじゃないんですか？そうです、そうです、行き止まり。まあでもここ来るのになんとなくこう見えるから、来たらちょっと逃げる方向があるんで、それからこう行こうかなと。でもやっぱ上の方にいそうですよね、なんとなくなんですけど。今登ってると下見えるんですけど。ああなるほど。息を殺して鬼の偵察をやり過ごす。いないね、いないね。どこいたんだろう。隙を見て鬼からなるべく遠くに離れる作戦。どういうこと、どういうこと。ゴミ箱持ってこうやってずっとこうで、このまま水かけて、水さん、水さんの時もあ、どうもって。あ、もう走らずにアウト。そうです、そうです。なんかもう新しすぎる。思い当たる場所をしらみつぶしに探すが。あー、これもないか、いないか、さすがに。ここから道があるんですね、なるほど。あー、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 
は奈々ちゃんとアムちゃん、そう、アムちゃん全然見つかんない、一回も見てない。私もアムちゃん見てないですよ。本当？はい。ドローンも結構探してくれたみたい。でもそれでやっとうまく隠れてるわってボソッと漏らしてた。じゃあ誰も見てないってこと？そう、私ちょっと一回も見てないけど、アムちゃんがいるのはここ。これはもうシノさんの一番遠いところにいれば捕まりにくいんじゃないかっていう作戦で、シノさんの動きが見えやすい位置を取るっていうね、スナイパー作戦です。しかし鬼は確実に近づいていた。回ります。あ、いた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 、ナナさん見つけた、ナナさん見つけた。多分あの2人ぐらい行ったらちょっと厳しいかもしれない。もうほんまに体力使い切ってって感じですか？そうそうそう。いやもうだってもう、こう荒川選手も多分最後に残したら絶対無理だと思って、中盤ぐらいでここ足あるところじゃないとちょっと無理だったんで。ほんま一番お疲れ様でしたよね。いやー、ありがとうございます、ありがとうございます。すごかったよ。勝者は鬼の篠さん。勝者にはね、静岡の名産品プラスマッサージ器具が贈られます。すごい、結構豪華な。ミカちゃんの青島みかんゼリー、静岡プレミアムティーセレクション、みっかりみかんサイダー、
3D マッサージドール、エクサガンハイパー。どうでした？めっちゃ悔しい、もう本当に悔しいです。だからもう今度ロードレーサー練習するんで、もう一回リベンジしたいと思います。ぜひお願いします。ガチやお願いします。第4回もよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしく。